本物の新鮮鏡。本物の新鮮鏡だと、どう見ても人工物だが、ここが宝来なら戦略か。なんだこいつ、違う、人の形をしているが人間とは別の。お主は、はあ、もういいや。なんで僕の時ばっかり、めんどくさいな。あ、お前帰ってくれない？さっきもやったばかりでさ、お前ら人間を見つけたら捕らえなきゃいけないんだよ。今日は僕が人間を戦薬にするためか。はあ、あれ、再生能力と体育に見合わぬ力とスピード、こいつが例の。また首。忍法非防止。また殺しちゃったか。持って帰れば質のいいタンになったろうに。今更だが、うん、お主が天仙様か。そういうお前は人間なのか。何なんだその頑丈さ。さっきもかなりしぶといやつがいたけど、お前みたいなのはここ数百年で初めてだ。戦薬はどこだ。打撃斬撃はほぼ無効と考えた方がいいだろう。その上腕力も赤く、打ち合いで消耗戦になっては危険だ。何か攻略法を見つけんと。不死者、非防止は無効だった。他の選択肢まだ試していない。何か、なんだこの手応え。この反応、明らかに今までと違う。なんだ、何が効いたんだ。また女に戻った。その身体能力、お前無自覚だろうが、多分。いや、どうでもいいか。お前ムカつく、死ね。なんだこれは。風圧ではない、衝撃が体内に響くような。別種の未知の力。カードが無意味、回避、見え。攻略法などあるのか。そんなもの必要ない。何があろうと立ち止まるわけにはいかん。妻の元に帰るために、何が何でも生きて帰る。目鼻がもげても生きて帰る。
死んでも生きて帰る。再生するならそれを上回るスピードで破壊する。嘘、人間に。どうせ死んでないのだろう。答えろ、戦薬はどこにある。どうしよう、また怒られる、あいつにまた。落ち着け、化け物と対峙するのは初めてじゃなかろう。ならば今までと同じ分析し対処する。そうすれば術に巨大な化け物、これは本当に現実なのか。いや、ここ数日のことは現実だったのか。まるで悪夢を見ているようだ。あ、目を覚ました。すごくうなされてましたよ。何か悪い夢でも見ましたか。ああ、そうか、夢か。よかった。やはり悪夢を見てたのですね。ここのところお忙しそうでしたし、今日くらい休養なさってはどうですか。菊のお茶です。悪夢を払う効用があると聞いて。あら、菊はお嫌いでしたか。いや、本当に良かったと思って。これが夢だとしても君と話せたことが嬉しくて。ん？何をおっしゃってるの。ごめん、もしかしたら帰れないかも。忍びの鉄則その20、万が一死に瀕すれば命の炎を振り絞り敵に最大限の被害を与えてから死ぬべし。まあ覚えんでいい、本能でそうなるようお前たちを訓練したからな。死の際になれば反射的に相打ちを狙う、意志とは関係なくな。
ごめん。もしかしたら。何のつもりだ。